え皆さんいかがお過ごしでしょうかダンジョンクロールストーンスープ日本語で解説していこうのコーナーがまた産声を上げてしまう。おぎゃーと産声を上げてしまう。えー、星相撲天狗のエアエレメンタリストオブベフメットでやってたんですね。えー、ルーンを1個取りまして2個目のルーンスネークピット行きましょう。スネークピットは前回、前々回見てわかる通りひどかったですね。モンスター、モンスターの山、山、山と。 え何とか倒して、やってきたが嫌な予感しかしないな。これは食べたよ。逃げます。これが。えっと、違う階段から降りましょう。よいしょと。あ <laughs>、よしよしよしし。ここもあの、木材で視界を切ってて、なかなかやるよりおるわ。ボンつ、燃やしてやりましょう。し。あ、前も言ったと思います。木はこれ、こうやって燃えますんで。あの、ファイヤー打ったらな。 緊張してまいりましょう。ちなみにフリージングクラウドどんな感じですかあもう使えんじゃねえか、お前。フリージングクラウドもう使えますね。よし、いいでしょう。これはかなりいいフリージングクラウドが使えるのはかなりいいぞ。ちなみにトルネードどうすか全然ダメじゃねえか、お前。<laughs> いや、無理なんだ。チェーンメールなんだから。チェーンメールで行かざるを得なかったらトルネードは諦めます。いねえぞ、モンスどこ行ったやつら。バカスケ。あ、痛いたいたいた。死ね 殺して死んぜよ。登り階段意識してね。ショックサーペンとダメだよ。あ、ダメだっつってん。電撃対戦ねっつってんのに。とどこ行ったの、の大量の。バカ助たちは。蛇しかいねえぞ。 寄せるのやめてほしいんだけどここで、えー、ついに解禁フリージングクラウドアイスとエアーと、えー、コンジュアで唱えますおりゃこんな感じですね陶器の雲かなり強いです,す今サラマンダーはさそして冷気に弱かったはずなので非常に今の効果的に使えるんじゃないかなと思いますこれでちょっと集団戦がほんの少しですけども楽になるんじゃないかなと思います え、昆虫は17。あー、まあまあ、もうちょい上げていきますか。ね、いいか。ちょっと待ってよ。なんか他の上げるのないか。おあ、ファイティングな、ファイティング。えー、あとね、メイスフレイス地味に上げた方がいいんじゃないかっていう思ってる説がありますけど。まあまあまあ、いいでしょえー、とりあえず、えー、そしたら昆虫は一回止めとくか。なんかかなり上がってきた気がする。ファイティング上げてきます。 私、先ほど一旦ゲームをやめてですね、街に買い物に行ってきまして、えー、この街で一番の老舗の文房具屋さんに行ってまいりまして、そこ大きいから、あのー、いろんな文具取り扱い、書道とかの文具の取り扱いとかもあるんですけども、えー、消しゴムはんこを買ってまいりました。これでいつまた私の心が再び折れて、えー、消しゴムはんこ、正月作らざるを得なくなったとしても大丈夫と。 ということになっておりますダンジョンクロールストーンスープで、また天狗で死んで、えー、死んだとしても消しゴムはんこが俺にはあると。ね、あのかつて、えー、消しゴムはんこと、むしろ本業はテレビの、えー、なんていうんだ雑誌とかのライターであったナンシー関、うん、さんとあの消しゴムはんこ界の言う、えー、日の出わし者。 日の出鷲という会社あの、まとまるくんを作ってる会社でもあるんですけれども、あの、消しゴムはんこ界の言う、日の出和社がかつて南ンシ関と一緒に共同開発した、あの、一番高い、あの、100均とかで売ってるやつとは別格の、あの、日の出和の消しゴムはんこキットを買ってまいりました。トレーシングペーパーついてるやつな。俺、トレパ別に。 持ってっからいらいねえんだけど <laughs> まあいいです。あのー、その分ちょっと高いんですけど。許してくれ。許してくれちゃ許してやるっていう。あれな例の。ちょっと待って待って。これあれだな。あのー、この中。この石の壁の中がさ。あの、例の。敵の本丸なんですけど。これあれだわ。めちゃくちゃモンスターいるパターンだわ。うん、今回は本当に。この奴ら。非常に頑張ってますね。 ナワガたちもかなり殺すのに本気になってきていると受けて立つという感じですねナンシー関はあのテレビの芸能人をこう切るようなこう軽妙なこうコラムでコラムニストとして知られていましたが同時にあの消しゴムの版画家でもとしても知られていたわけですねそのナンシー関がえー、と共同開発した 日の出和紙社がね、日の出和紙社がこれどうすかって、こう、南進関に直にこう、営業に行ったらしいんですよね。で、共同開発された、あの、一番高めの、高めの、あの消しゴムはんこキットを買ってきました。また、その南進関と共同開発した頃とは、また、あの、あれも変わってるのかもしれないんですけれども、素材とかいうか、えー、材質も変わってるのかもしれませんが、南進関が2000年代初頭に亡くなったという、まあ、 彼女は全く自分の,その健康というものを気遣わなかった、まあ、そういう人生を送ったわけですけれども私は本当にいつも思うんですけどナンシーがまだ生きてたらどうなってただろうなって本当にその芸能界の,そのことをこうコラムにするのは非常にうまい方だったんですよね。 インターネットがやがて普及してツイッターとかでみんなが発信する、えー、業界がテレビからインターネットへこう非常にシフトしていくというかインターネットという存在がどんどんこう存在感を増していく中もしナンシーだったら一体どういうコラムを書く書いたんだろうか書けるんだろうかもし生きてたらなーって思う人の一人ですね皆さんも 俺ねこれあんまり個人的なあのなんかあの誹謗中傷見たくなっちゃいけないんだけどさ堂本剛がなんかもう南ー関のアドバイスというかナンシー関のコラムを真摯に受け止めていたらもっと面白くなってたと思うんだよね。あのいろいろご意見あると思うんですけどナンシー関の話をちゃんと聞いてればもっと良くなってたと思うんだよな。 なんか育成に失敗した感じがあるんだけどいや俺の中でだよ少なくとも俺の中でなそれナンシー関の話をちゃんと聞いてなかったからだと思うんだよなナンシー関のあの時代の堂本剛に対するコラムを堂本剛が真摯に受け止めていたならばあるいはナンシーが連続してもっとこうずっとこう生き続けて発信し続けていたらもっと違う未来があったんじゃないかなって俺はいっつも寝る前に思うんですよね。 これはね、ちょっと話すとね長くなるしねあのー、あまり敵を作りたくないので私あまりそういうなん,かなんかあれだけど俺少なくとも、ね、やっぱりナンシーキがもし生きてたらの中で一番そのその考えなきゃなんないのは堂本剛だと思うんだよねちょっとこれ逃げますテレポを読んでピョーンとピョンピョン,ピョ,ン,ピ,ョンピョーンと<笑><笑>最もっともナンシーキが生きていたらそのこう社会の中で変わってたのっていうのは堂本剛だと思ってるんだよね俺は まあでもナンシー席もなくなってしまってもう15年以上経ちますよくあのー、マツコ・デラックスがそういうこうなんて言うんだ引き合い出されるけど、ま、別にどっちがいいとか悪いとかじゃなくて全くこうタイプとしては違う存在まあ似てるタッチとか似てるんでしょうけどかなりタイプとしては違うと思うんですよねこれねうまくやったらねこれ飛行状態でうまくやってはめることできますんで頑張っていきましょう ここの、こう渡ればね。ここも、まあ、基本立ち返って、あのー、遠間から当ててやると。当ててんのよって言って、当ててってやってください。かなりエアストライク強くなってきたなーうーん。 そう、そのナンシーキが愛した消しゴムはんこ、私も頑張るということっすな。ナンシーキは別にもう生き返るわけでもないから、俺がナンシーキと同じように頑張って消しゴムはんこ掘っていくよと。その日の出橋と共同開発したっていうエピソードもさ、だんだんみんな忘れてくだろうから、忘れてくというか、歴史の彼方に忘却されてくだろうから、 俺がちゃんと語り継ぐというかさ、知ってる人は語っていかないとなと思って、これ、あのー、楽しく今、消しゴムハンコ子供たちと一緒にできたりするけど、実はあのー、批評家のコラムニストのナンシー関が一枚噛んでんだぞっていう、なんか積極性話なんだけど、こう、言われっていうものがあるんだよっていうのは、語り継いでいきたいよね。いや、ちょっとっ、ほんと積極臭い話になっちゃうんだけどさ、俺、ナンシー関好きなのかな かなり好きだな。うん、なんか俺、俺、なんか、文章うまかったり、べしゃりが上手い人ね、すごい好きなんだよね。男でも女でも限らず。ハリセンボンの春菜とかめっちゃ好きで、あのー、なんとかじゃねえよって言うじゃないですか。シュレックじゃねえよとか、いろいろあるじゃないですか。ステラおばさんとか、あのー、マイケル・ムーア監督とか、あると思うんですけど、あれー、 何個かあるじゃないですか。あれを、なんか常に言われた時にすぐ返せるの、すごい頭いいなと思って。いや職業、それで飯食ってんだからさ、それはできた当たり前ですって本人言うかもしれないけど、なんか頭のキレもいいし、だから頭のキレがいいから言葉のキレもいいんだよなあ。そういう人に憧れるんだが、なかなか私はそうはいかないと。そんなん行けたらその、その世界で飯食えるんだから、そんな無理なんだけどな。 そんな、プロの人と比べても仕方ないんだけど、憧れますよね。徐々に行きますよ、ここは。本当に徐々に行ってくださいね。じわじわとこう、こうちょっとずつ敵モンスターを引きつけて倒していくと。まあ別に、それはここに限らずなんですけれども。 ちなみにあの今安定してきたフリージングクラウドとエアーストライクはものすごく相性がいいです。これポンって打ってあってフリージングクラウドってやるともう何つん,んだ。あ、まあ、ちょっとフリージングクラウド打ってエアーストライクを打ってやるともう,もうもう敵は死んでいきます。何つん,んだ。継続ダメージかつみたいな。この継続ダメージかつ個別ダメージみたいな感じで。 あの,あのガーディアンのナーガンのサーペントやめて本当にやだやめてくれその攻撃は俺に効くなんか消臭の魔法してくるんだよね敵,敵モンスター寄せてくるんですよねそれだけはやめてくれと訴えていきたいところあ電撃はダメだ電撃は何,何体いるんだお前やめてやめてここねあのー、この 溶岩の空間の向こう側にね、ヘビ族がね、たっぷりいるんだよね。ヘビがたっぷり詰まった部屋があるんでね。ヘビヘビゾーンがあるんですよね。多分あのー、ナーガの王様がヘビで戯れるみたいな、その、うちらがさ、にゃんこ、にゃんこカフェみたいなのあるじゃん。猫カフェみたいなので戯れるのと同じようにヘビで、いやバカな話してたらバカなことになったぞ、えー。テレポで逃げます。どうしよう。これちょっとまずいな。 ステイティックリステてビリビリ、えー、なんとか脱出できましたあ敵を溶岩に落としちゃった失敗したな肉を落とす可能性があるから溶岩じゃないとこで倒した方がやっぱりいいです あ、後ろからバカが来てるぞ。バカスケ、バカ、バカスケというかバカが来て、もう、うん、スケがつかねえ。スケがつかねえバカが来てる。もう、おりおりゲー。えー、これ終わったら、消しゴムハンコ作ります。心折れてないけど、んしに席のことを考えると、俺はもう消しゴムハンコ作り続けるしかねえなと思って。コラムとか書けるわけでもねえし。 消しゴムハンコン別に上手くないんだけどさ作ることはできるじゃんいやほんとインターネットのこの時代にナンシー席いたら絶対面白かったと思うんだよなあるいはね失敗なんかうまくいかなかったらその例えばツイッターとかがすぐ炎上してで ハテナブックマークでブックマークついて、ハテナブックマーカーに叩かれる未来とかも想像するんだけど、ハテナブックマーカーは意外とあの、おじさんおばさん、今でいう40代ぐらいの人が結構多いから、ナンシー席に一目置いてる人は結構いて、ナンシー席の言動は結構擁護されそうな気がするんだよな。なんか、ハテナブックマークっていう、あのウェブの、あのなんつうんだ、あれはあの。ウェブサービスがあるんだけどさ、 俺好きなのはね、な,なんでハテナブックマーク、私もアカウント持ってんだけど、ハテナブックマーク好きなのは、あのー、なんうんだ、ちょっと上の面白い先輩たちがたくさんいるっていうところがい,いいんですよね。な、何んて言うんだろう。あのー、話す話題とかがちょい上ぐらい。だから、私から見てちょい上だから40代ぐらい。あれ50代ぐらいの人もいるかもなってこう見てて思うんだけど、 その、その人たちがやっぱり経験豊かなんだよね。で、若い人ももちろんいるんだよ。あの、インターネットのサービスだから、ちょっと若い人ももちろんいるんだけど、結構いろんな人いて、それがいいっすね。お、そんな、おしゃ、ごめんなぁ、か、おしゃべりしてるうちに終わっちまったわ。よし。えー、無事に完了しました。ということで、いよいよ宝物庫なんですけれども、意外にアイテムが、ど、どうですかね。どうですか 回線見ときますよ。あー、これひどいね。ファイア一本立たせたいね。あそしたらあれだね。ファイアドラゴンのスケール数装備してファイア二2本立たせますか。あとここちょっと寄ってきましょう。ユー倒すと。オッケー。うーそして。 たらチェインメールはうんまあこのアーマークラスすごいいいんだけどもおいっと18の19だせえなこの鎧 <laughs> まあいいんですけどいや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 ちょっと待ってねリングいやいいの全然出てないねリングはいいですいいです 改めて武器とかを見てみましょう。電撃耐性が埋まると。で、毒耐性が埋まらないと。あなるほどなぁ。えポイズンレジスタンスも出てないのあー、これ、バカな。これは装備できねえぞ。あ、あれ、でも待ってよ。でもストレングス4とか下がんだからな。あんまりよくはねえよなぁ。 試してみる価値はあるち。ちょっと試してみるぞ。え、どれ,どれと交換すればいいんだあーこれか。あーエビエーション14。ひどいね。耐性はあー <laughs> ひどいねー。で、ドック抜けんだから、これでこっち潰してやるのか これで電撃は入るぞあ,あダメだろこれ <laughs> 話になりませんわいやーそしたらやっぱりこうのこうだなうんあチェーンライティングだいぶ下がってきたねいいですねいいですよ だからつか鎧変えたからだな、これは。で、これ、ファイヤードラゴンに、そうしたらこれ、これはもうさ、これでいくしかないんだよ。この、電撃がないっていうのが嫌なんだけど、ファイヤードラゴンにエンチャントアーマーかけたいんだが、かけてやっても構いませんね。間違えた、スペル。えー、エンチャントアーマーは、えー、なんと2枚しか出てないと。あ、そっちかけたんだな。かけて21。大したもんじゃねえな。じゃあいいわ、とりあえず。 これでいきましょう。ホ物庫ツコこれでいきます。いやー、ちょっと待って、万全を尽くすか。うーん、な、うんとも言えねえな。いやー、万全尽くしましょう。えー、えー、ただね、これ、あの、ファイアドラゴン最後まで使うか問題があるんだよな。ハットオブインテリジェンスにかけてやった方がいいような気もするけど。 いや違うの。これグローブオブストレングスにするから。どっちも最後まで使わないかもしれないな。まあいいや、グローブにします。グローブの方が使う可能性あるので。で、あとこのあたりね、このあたり。どうですかフレイルでいいのなかったっけなんか。ああ、これな これいいじゃんあでも電撃耐性がなくなっちゃうのか。だからどっかで,でん電撃耐性電撃耐性どっかないの <laughs> 出てない。これしか出てないんだ電撃耐性。あーあ。ああ。なるほどな。そしたらよ。いやでもファイヤー2本。ああ。ちょっと待ってよ。ああ。で、毒耐性抜けちゃうんだもんね。え、こうしたらどうなんの コールドゼロ本。<laughs> うわあひどいね。で、電撃はつくと。あー、なるほど、なるほど。いや、ま、とりあえずこれだわ。ちょっと電撃体制ないの怖すぎるんだけど、とりあえず行きます。で、このチェーンメールは非常にありがとうございました。いい、いいチェーンメールでした。いいチェーンメールでした。で、えー、エン、エンチャントアーマーと。エンチャントアーマー。もう1枚あったな。多くの2回で売ってるそうです。買いに行きましょう。いやーひどいね。 高いなこれ足元見られてますな。よし、オッケー。じゃあ、獣の住みかに、じゃないや。ボルト、宝物庫に潜りましょう。うーんー、アイテム出なかったね。さあ、やっていきましょう。頑張って。なんだ、なんだ、これは。どうしようもないな。いいえー、ここ。 こう,はこういう時にチェーンライトニングじゃねえ、コンジュアボールライトニング打ったら気持ちいいんだけどな。で、フリージングクラウドはこういうようなボトルネックのところに打ってやってください。これで行きましょう。えー、あとはステイティックディスチャージ、ビリビリビリと。ビリ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 と。いってるダメだこりゃ。逃げます。逃げながら戦っていくぜ。えー、フリージングクラウド。ポン。ポンポン。 ポン、一っ懸命。いや、倒したのはいいんだが、また下にモンスターたくさんいますよね。あんまり、あのー、この,の枝分岐の階段のところで階段プレイはしない方がいいんだが、ここが、ああ、もう、奥の黄色のこのガーディアンがですね、扉を閉めました。何をやっておるのじゃ。えー、そしたらですね、うん、どうしましょうか。これはバーサークしましょうか。 よし。えー、なんとかなりました。あんまりなんとかなってないような感じだったが、なんとかなったということにしてくれたまえ。えー、次だな、うん。ファイティング、まあ、ファイティングもちょっと上げてくか。あ,もうあ、またバカすけだ。よいとは。まあ、これ音出るけどな。大丈夫かこれ21時アーマークラス全然足りねえんだよな。 でも、体勢とかを考えると、ファイヤーの鎧がないといけないし、厳しいね。もう、リング、これ、めんどくさいから、お巻物で鑑定した結果、ポイズンレジスタンス。こいつは話が変わるぜ。えそしたらですね、これを、プロテクションフロムマジックは、ちょっとダメだわ、これ。いや、ちょっと待って、魔法の体勢ないと、それはそれで大変なんだけどな。まあ、ククローク。 <laughs> ひどいね。えー、そしたらですね、これでポイズンレジスタンスが埋まるので、えー、でー、こっちでいきますか。メイスを装備すると。すると、ファイヤー2本、コールド0本。うん。まあ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 。まあ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 。まあなんだけども、ちょっと待ってよ。これで、ちょっとファイヤーレジスタンスってないの なないな <laughs> これかこれは悪くないけど、えー、ただこれ,これの電撃の体操はこれで埋めてんだからなうんなるほどなるほどいやーちょっと想像がつかないけどこれでいってみるかあまあいいよこれで毒と電撃埋まるんだから でえーっと、これあれだなメインサンドフレースを上げていきましょう。スペッキャスペッキャエアマジック、エアマジック取れず言い忘したろえー、下がりながら戦いますよ。おりゃ、あ、間違えた。<laughs> 最悪。<laughs> 間違っちゃった。 あんまり頭突っ込まないようにね、このダンジョン徐々に探索してってくださいね。あ、あ、あ、お店だ。どうですかあ、<laughs> もう、なんなの <laughs> しょぼくれたショップでございました。全部、いいのは全部ドゥベェッサがドゥアンに買ってっちゃった。ドゥアンにこれ買ってあげようって言って、ドゥヴェッサが買っちゃったんだな。お姉が買っちゃったんですよ。だからないんだな。全部ドゥベェッサのせいですよ、こんなもん。 そして私の苦手というか、冷え冷えのアイスドラゴン、あれ多くやってきたけど。死ぬ、ね、死ぬ、ね、どこ行ったやつバカスケ、この野郎ろ。ああ、もうダメダメダメだよこれはダメだよ スライムはあのー、これ雲を感知できませんのでこんな感じで炙って倒してやりましょうねあーめんどくさいめんどくさいメンツがおりゃおりゃおりゃ よし。アーマー21。一。ちょっと待ってね。これはアーマーとドッチングをひたすら伸ばしていく目はあるな。あ、チェーンライトニング安定したね。いや、いいですよ。じゃあ、一旦これスペッキャ止めましょう。で、ファイティングもいいわ。ネイサンド・フレイルス・アーマードッチングとこれでいきましょう。メイス最速何ぼよ、これ。14。 遠いなまあしゃあねえよあこいつあれだ電撃系のモンスターだからステイティックディスチャージが効かねえんだあこれはダメだ よし OK あ電撃の耐性エタンだからあの電撃球が使えますねコンジアボールライトニング 使えますね打ち込んでやりましょう、まあ、多少は食らうんだけどね全然食らうダメージ量が全然違います気持ちいいねこうやってしこしこ エアーストライク打ち込むよりも多少魔法の MP が高くとも電撃球を打ってやった方がいいかもしれないまあ飛行タイプのモンスターはまた別なんですけどもねあの魔法防御が低いとこうやってマークされちゃうんだよねこのあのボルトのセンチネルさんの能力でっ待ってね 逃げます。 うまくいったんだかいってないんだかよくわかんないことになってるけどまあいいでしょう。 y、yeah. 苦労しましたが、一回染うめん OK ですね。二回戦も引き続きこんな感じで降りていこうと思います。頑張ってまいりますのでどうぞよろしく。一旦切ります。そんじゃあの